ユベントス3、レイ・クロトーネ・セリエ A 第23節、セリエ A 23節、ユベントス対クロトーネの試合が現地時22日に行われた。ユベントスが3、レイの勝利を収めている。この試合で、ユベントスに所属する43歳、元イタリア代表 GK、ジャンルイジ・ブッフォン、新記録を樹立した。22日に、イタリアの、スカイス・ツが報じている。今シーズンのセリエ A はダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見、中、38分に、クリスティアーノ・ロナウドがヘディングシュートを決めると、前半アディショナタイムにもシー・ロナウドが、追加点を入れた。さ、66分、コーナーキックからウェストン・マッニーも得点し、ユベントスは3、0の勝利を収めている。この試合でフル出場を果たしたブッ、ん。同メディアによると、セリエ A で654試合目の場を果たし、欧州の5大リーグで、史上最も多く、レイした選手になったようだ。果たして、ブッ、ん、はどこまで記録を伸ばすのだろうか。りょう。